にする。それご飯あげるか。そう、はい、今日は水曜日じゃないけど作ります。私最近自分に猫アレルギー説が浮上してきて、私今なんか猫アレルギー説がそう出てきてて、自分の中で猫だろそうなんか出てきてて、なんか今さっきもう2人で一緒の部屋に密室に2人でいたらもう目が驚くくらい腫れちゃって、そうなの、猫アレルギー説浮上してる。だから今日はスタイフはちょっと狭めじゃない？分からんけど、なんかこっちがいつもより狭いです。加熱を始めた。あ、加熱始まったよ、コタロ。コタちゃん、加熱始まったから。そう。でも、レアちゃんも猫アレルギーだし、ミナも猫アレルギーのくせにめっちゃカフェとかカフェじゃ猫カフェ行ったりしてるんで、大丈夫だと思います。そう、猫アレルギーなの。コタロアレルギーなの。かわいい。そうなんだよね、本当に。なんかそう、コタロとなんか目かゆいなってなるじゃん、一回。で目かゆくなるなって帰って声かくじゃん。で、その時思い当たる節はいつもコタロと一緒にいます。そうなの、だからもしかしたら私は猫アレルギーなのじゃないでしょうかっていう。あー、コタちゃん何してくれてんの君。トッププレート用のヒーターを。もうコタロやめて、あんた他の部屋行かすよ。いい子にしないと。いい加減にしなさい、加減にしなさい。かわいいから、かわいいからいい加減にしなさい。はい、ということで私は今日ね作りたいものがあったのでそれを作りたいと思います。今さっきスーパーに行ってきました。買ってきました。うん、もうめっちゃ豪華です。今日の夜ご飯は豪華っていうか、なんか力入ってんな。夜ご飯です今日は。コタちゃんはちょっと別の部屋に行きましょうか。はい、さよなら、バイバイコタロー。ちょっと無理でした、コタロを他の部屋に行かせるのは。なのでおとなしくもうやりたいと思います。あ、でもその前にお
といろいろレシピを見ながら したいので、まずご飯を炊きます。なんかもう汗で前髪がやばいんだけど、目ちっちゃい今日、双子アレルギー。なんか冷房がついてないのかな。めっちゃね、うん。それもうビシチかけるよ。なんか、なんかね、ちょっと設定メニュー。よし、作ります。やばい、本当にさ、やっぱ猫アレルギーなのかな、私痒くなってきた。帰ろう。はい、作ります。まずデリッシュキッチンを入れます。あの今のこの私のの充電は 75% なので、その充電が0になるまでに私はこのあれを終わらせたいのです。まあとしたら普通に家族帰ってきそうな気もしちゃうからね、作ります。普通にこれは夜ご飯です。じゃあちょっと今日は手間のかかるやつを作ろうとしてはいるので、長い戦いです。あ、髪も縛っとく、入ったら嫌だもん。そういえばね、私さ、この前ね、このパスタ屋さん行ってサラダ食べたんよ。でその時学校に食べたサラダがローストビーフサラダだったんやけど、そう、ローストビーフサラダで、そのね、なんかその美味しくて、ローストビーフがすごく。で私も家でローストビーフのとかだったらサラダ食べれるかなって思って、これローストビーフのなんか切るやつと、ローストビーフ切るやつとパン塩を買ってきました。なんかサラダにいいって書いてたから買ってきました。どうしよう、今日マジで二重幅が終わってるんだけど、コタローの猫のアレルギーが発症したのか他の問題なのか。そう、これこんばんは。めっちゃ暑いな今日、なんでだろう。ね、
私がね、そうね、私ね、作りたいのがありまして、今日。じゃあ、まずそのラインナップだけお話ししましょうか。私が今日作りたいものは、え、この前髪が。そう、私が今日作りたいものは、まず一つ目が、コーンご飯を作りたいのです。コーンご飯。トウモロコシ、トウモロコシ、これかな。やばいやばい、めっちゃ流れてる。あ、流れないで。トウモロコシと鶏肉の炊き込みご飯を作ります。早くバンされそう。4合ぐらいでいいかな。何合作ろう。これを作るレシピに。となんかレシピは、なんかね、レシピはね、鶏肉を入れるってことになってるけど、なんかお母さん鶏肉嫌いって言ってたから。お母さん鶏肉嫌いらしいので鶏肉をやめてあげます。ということで早速作っていきましょう。これをそこにいたら作れないんですけど、そこにいても邪魔なんですけど、こたちゃん。はい、あ、ちょっとよかった。こたろの毛もほんと。じゃあ作りますね。はい、作ります。まずコーンご飯を作りたいと思います。コーンご飯、ちょっともうコタロ連れていきます。レンコ、レンココタロ。私のこと噛んできた。ご飯あげようかな。カリカリだけあげとこうかな。一旦ね。一旦カリカリだけあげとくよ。じゃあ、まずお米を洗わなきゃいけないので洗います。お米、何合にしよう。4合。私たくさん
さん食べたいからさ、どうでもいいかな。たくさん食べたい気もする。もう15分経ったんだって。マジなんか目が腫れてる。あ、だって手洗ってない。大失態を犯した。今日はなんかめっちゃご飯、自分でご飯作りたい気分で。そう、自分でご飯作りたい気分だったから、自分で作るどうって思って。材料もね、今さっきね、歩いて買いに行ったの。で、私がね、あの行こうかなって思った時間がめっちゃ、行こうと思った時間がめっちゃ雨降り出して、そうやばくて、やばかったの。なんかもう見たらもう雨がすごかった。もうさ、お米ってさ、何合どんくらい洗えばいいのかがわかんない。私はこの自分のこの炊く合、今は5合だから5合の 1.5 倍ぐらいを、まあ、5回は絶対洗って、あとは自分の好きなぐらいだけ当たってるんだけど、なんか食べたからおかわりくれって顔しだしてきた小太郎が。だから邪魔しないならね、いいんだよ。よし、もうこんぐらいでいいかなと思う。なんか私は炊飯器が現れてあるとお米炊こうって気になれるんです。ね、小太郎。醤油大さじ4。醤油を大さじ4入れるみたいです。もう赤田の香りはないですね、家には。私は頑張って自炊するので、皆さんも頑張って自炊してください。やっぱね、いいものを食べないと、いいもの、健康にいいもの、ね、そう、健康にいいものを食べないとね、
塩を入れるらしい。でも塩ないこの家。塩コショウ、塩これでいいかな。塩を適当に振っときます。私これね、鶏ガラ入れたら美味しいと思うんだよね。だから入れてみます。ちょっとメニューのレシピにないことをするのであれなんですけど、鶏ガラ入れるのが美味しいと思うんです。こういうのはコーンは冷凍です。もう残り全部入れちゃおうと思います。やっぱコーンご飯なのでコーンをたくさん入れないとね。お米炊きました。そしたらまず今日の主役はじゃじゃん、ロールレタスです。今日はロールレタスを作るんです。私はロールレタスって何がいいのか。まずレタスと、なんか私今日そご飯作りたいってなって、そうご飯を作りたいってなることは私結構ねすごいと思うんですけど、なんかこのねレシピ本があって、これになんかねロールレタスがあって、私毎回作ったことあるなと思って、また作りたいなって思って、ちょっとね材料を買ったので作りたいと思います。肉、玉ねぎ、作るか。なんかこのキャベツをまず茹でるらしいです。なんかキャベツをなんか茹でるらしいので、洗って茹でるか。そう前ね一回ね作ったことあるけど、なんか難しくて、その時はめっちゃお母さんとに手伝ってもらいながら作りましたね。意外とこれレタスがない。私はね、ちょっと大きめがいいんで、なんか入れるらしい。そう、なんか私が前やってなんかあれだったのは、難しかったポイントは、すればいいんです。
かさ、ロールキャベツって難しいんだよね。けどまあなんかさ、でも作ってみたくなる時あるじゃん。なんかちょっと難しいご飯を作りたいなって思う時があって、今日はそんな気分でした。なんかあと普通になこの前そうなんか動画で YouTube 見てて、そしたらなんかロールキャベツを食べるみたいな人がいて、普通にそれが美味しそうだったから食べたってなった。もうだいぶあれしたので、レタスは熱湯でややしんなりとするまで茹でるだって。なのでしんなりするまで茹でてみます。多分巻きやすくするためにってことですよね。さ、いつの間にか無言になってる可能性大なんだけどさ、まあ、その時はなんかどうしろって。じゃあ入れます。でもさ、わかんないけどさ、ロールキャベツってさ、あんま作ろうってならなくない？私的にはならないよ、ね、けど今日はなった。作ろう。よし、頑張ります、私。さ、生まれ変わったらさ、虫とかになりたくないんだよね。なんかアリとか。コタロいつの間にかもういなくなってた。なんかね、終わっちゃうのが寂しい、生きるの。はい、鶏ひき肉、あ、ね、みじん切りやらなきゃ。じゃあみじん切り、今日はスープも作るから、スープってか味噌汁
も将来さ、将来ってか生まれ変わったら何になりたいか、え、何になりたいかな、生まれ変わったら何になりたい、みんな。こっちに止めたい。どっちとも止めちゃう。うん、生まれ変わったら何になろうかな、私。政治家とかになってみたいな。なんか演説してみたい。やばい、これしたらやりやすいけど絶対に。やめよこれ、やめよ。剥いていきます。哺乳の上履き、あ、昨日話したからね。昨日はコップの生誕だったからね。え、そう、昨日ね、なんかポコッペのね、お友達が見に来てたっぽくて、そう、ポコッペの学校の友達が見に来てたらしくて、なんかそしたら公演終わった後にその友達が、そのポコッペの友達がなんか可愛い子を、なんかこの子が可愛かったっていうのね、言ってたらしいので、今4人ぐらいいたらしくて、まあ、聞いたんだね、その4人誰か。そしたらね、そのうちの1人私だったの。私のね、友達、私のこと可愛いって思ってくれたんだって、その友達は。嬉しすぎない？そう、私のこと可愛いって思ったんだって、その友達はね。56人中の4分の1の確率じゃん、そんな。私のこと可愛いって思ってくれたらしいです。もう嬉しくて嬉しくて、私は。あ、包丁がない。そう、嬉しいよね。そう、嬉しくてさ、普通にめっちゃ喜んだ。よし、玉ねぎ切ります。私はこのロールキャベツに使う用と、味噌汁に使う用を作るので、
そう、でもさ、なんか嬉しいな。お友達が可愛いって思ってくれたらしい。この上なく嬉しいんですよ。このね、髪がね、邪魔なんだよね。もう味噌汁作っちゃおっか。なんかさ、あんまさ、ここあのさ、コンロがさ、ゴタゴタするのがね、好きじゃなくて。一旦保留ってことで、この玉ねぎちゃんたちを。さあ、玉ねぎはこちらを使います。こちらを使います。玉ねぎをみじん切りするやつをたので、これを回ってない。うまくできてなかったっぽいので、よし。なんかどうしよう、前髪が邪魔なんだけど、マークしたくない。はい、みじん切りできました。なんてこった、みじん切りができてない部分がありました。もうできた、できた。そしたらこれ入れます。玉ねぎを入れ、え、めっちゃいい匂いするんだけど、ご飯から。はい、入れました。なんかやっぱ今日顔違う、私。なんかね、醤油の匂いがいい匂いです。したらこれを混ぜるっぽいです。卵と塩コショウを入れるらしい。塩コショウ、
レア、え、待って、レアちゃんのインスタ質問返し、質問返ってきて、ほんと見よう見よう。私が昨日夜中さ送ったやつだ。うん、見よう。やっと来てるんだって。ん、最悪最悪、しかも宣伝まで仕上がって、え？最悪、うちの子たちの方が可愛いです。よし、混ぜます。さちゃんも可愛いしね。オーマイガー、太郎も可愛いです、とっても、ね、これさ、手で混ぜるの嫌だけど、手で混ぜなきゃやっぱり混ぜよう。どんなもんかな、手を洗いまして、このレタスを回収します。なんかレースを、レース油をかけるらしい。でも今はこれ、ロールキャベツまだ熱くて私には手が負えないから、ちょっとキュウリを切ります。そう、今日はキュウリのサラダも作ろうと思って、キュウ
リを切ります。なんかさ、その料理モチベ高い時はさめっちゃ料理するけどさ、そうじゃない時とかの方が多いからさ。ちょっとなんか珍しい切り方してる気がする。待って、コタロー来ないで。コタロー、玉ねぎ使っとるけ今玉ねぎ使ってるから危ないよ。私もうもう一回なんか声がガスガス。なんかどんくらい切ればいいかわかんない。これさ、私今絶対喋ってなかったよね。どんぐらい喋ってないの。なんかさ、トークテーマ決めた方がいいのかな。でも分かった、私喋りながらできないんだ料理こんばんは、楽しいですかこの配信。なんか多分 ASMR 的な感じ。よし、できました。切りました。なんかこのおしゃれなこれを入れます。そしたら、そろそろ茹で上がり熱くないと思うので、でも私柔らかすぎたら逆にできない説があるかも。よし、 やります。なんか難しいよね、これやるの。でもさ、なんかさ、もう雑にやるくらいがさちょうどよかったりするじゃん。
ね、突入の方が案外うまくできたりするもんだから。なんか真剣にやりすぎると良くないと思う。そのなんか良くないと思うっていうのは、真剣にしすぎるとね、なんか几帳面になりすぎても、なんか慎重にした分できなかった時がなんか嫌じゃん。真剣にやんないとさ、ロールキャベツからお肉出てきちゃうかもじゃん。難しいです、料理というものは。多分いい感じです。なんかさ、一つどのぐらいの大きさでやればいいのか分かんなくて。まあね、爪楊枝とかをね、刺すんです、こういう時は。その形がずれないように爪楊枝とかを刺して、炊けたご飯がなんということでしょう。まあまあまあ、なんか前作った時よりもうまくなってる気がするよ。でもなんかやっぱ茹でた分キャベツ、レタスが緩いからちょっとそこが心配なの。緩い？キャベツが薄いからレタスか。なんかライスペーパーみたい。まあまあ、なんか意外とお肉の量少なかったかな、これ。意外とない。こんばんは。皆さんの今日のご飯は何ですか？私はロールキャベツを作っております。
つまようじ。太郎は遠い目で見て、私のそのロールキャベツ作りを見てくれているような気がします。もうちょっと一回話しようかな、やっちゃおうかな。鍋水煮カップってどういうこと？水煮カップって何？水煮カップ、あ、書いてるかなんか書いてるの見たわ、計量カップで。なんか難しいな。たっちゃん何してるのかしらね。うん、なんかちっちゃいな、葉っぱが全部。よし、最後の1個を包みます。なんかこのレシピ本は8個できる想定なんですよ。1、2、3、4、うん、ちょっと8個にしました。なのでなんかね、もう雑にやるくらいがいいんですよ、こういうのは。そしたらちょっと余ったレタスたちを巻いていく。こたちゃん来ないで。まあまあまあいいや、一旦カレスメニューです。入れちゃおう。スタートボタンを押してください。一旦メニューを変更するときは右入れちゃいます。ボタンでメニューを選んでください。え、めっちゃいい感じ、見て。引き詰めてからフライパンに全部のせてからにするわ。なんか私って意外と作れるんだな、なんでも。
こたちゃんダメでしょ。めっちゃいい感じなんですけど。こたちゃんとやりやがったね。こたちゃんとなんてことをしてくれたんだ私に。やりやがりましたこたろう。で多分ちょっと怒られると思って逃げました。私悪くないですって言い出しました。見てこんな感じです。こんな感じ、いい感じじゃない。そう、ついでなんでこれもなんかあのやめた方がいいかな、これ。でもなんか端っこの方で。これめっちゃ薄いわ。だな。400ml ってこと？200ml 入れます。レシピは鶏ガラスープって書いてるし、コンソメスープってさ、あのえ、これさ、絶対逆だよね。間違えた。絶対さ、こう先にこう作るべきだったよね。しましょう。はい、こんな感じで終了です。多分味結構あります。はあ、じゃあもういいよこれで。
あ、味噌汁を作ります。今からは何分ぐらい置くのかな。もうそろこの配信終わりそうだ。お味噌汁作ってます。お味噌汁を作る。で今はなんかきゅうりのやつを作ります。まずツナを入れたい。昨日さ、コッペがさ、私のことをなんか、ちょっとはペットボトル開けれないんですよみたいないうことを話してたじゃないですか。話してたら、そしたらお見送りでペットボトルはこうやって開けるんだよってなんか、あの時間内なんか他に話したい人がいたかもしれないところを私のペットボトルの開け方に注いでくれました。ファンの方が。そう、なんかね、こうって言われてから、何のことだと思いながら分かんなかったんだけど、ありがたいと思ってます。そう、開き方でもね、開き方っていうか握力なんだよね。握力がないので仕方ないです。力はないんです。
お、待って、もう終わった私やること。味噌汁は今グツグツさせてるから、終わったのではと思います。切り干し大根ない。終わったかなもう。わかんないけど終わりました。あ、今ご飯食べようかな。確かに。もう炊けた。は早炊きにしといた。入れます。なんかバッ、私でもあんまバター好きじゃないから、でもこれマーガリンだけどいいかな、え、いいかな、マーガリンだけど、
できた。あ、あと味噌入れるだけだ。味噌を入れて終わります、この配信は。あ、どこだった。あ、ロールキャベツもあと10分で終わるらしいです。太郎が暴れてる。はい、卵を入れます。おお、すごい、小太郎すんごい暴れてます。よしよしよし、良い感じではないですか。ロールキャベツもできましたし、見る、じゃじゃじゃん、できました。上手に巻けてます。ということで終わります。ふー、触ります。はい、13位、かっちゃんさん、ありがとうございます。12位、中島優さん、ありがとうございます。11位、ムックさん、ありがとうございます。10位、かべちょろさん、ありがとうございます。9位、ただの魚さん、ありがとうございます。8位、たかさん、ありがとうございます。7位、たかさん、ん ?8位、ただの魚さん、ありがとうございます。7位、たかさん、ありがとうございます。6位、カンさん、ありがとうございます。5位、グフさん、ありがとうございます。
4位ポテチーさんありがとうございます。3位ちゃんとくさんありがとうございます。2位ミルンクラゲさんありがとうございます。1位シャゴタンさんありがとうございます。ありがとうございました。さよなら、さよなら、じゃあね。